ドラゴン級刑事未応館は、九百十七年に、収益したイギリス海軍の刑事未応館、7EQ のうち二隻を九百四十三年から、自由ポーランド海軍に貸与されたものである。第一次世界大戦後、ポーランド軍は、西方のかつての大国ドイツや、東方のソビート連邦へ対抗するべく、列強からの援助を得て陸軍は、騎兵隊や装甲列車、空軍は、 国産の戦闘機や爆撃機など数は少ないものの優れた戦力を揃えつつあった。しかし、海上戦力では未だ発展途上の段階で、ベルサイユ条約にとらわれたワイマールドイツ海軍とはいえ、全土急戦艦6隻に防護巡洋艦6隻と、旧式駆逐艦十数隻の陣容は依然として、ポーランド海軍にとっては脅威であった。第1次大戦後に、 ポーランド政府がフランスと交わした同盟規約にはフランス海軍は巡洋艦船隊をバルト海に派遣する約束がありその後には装甲巡洋艦2隻軽巡洋艦4隻駆逐艦4隻潜水艦3隻を派遣する旨へと強化されたしかし自国の防衛を同盟国に任せにはできないことを長年の経験則的に知っていたポーランド海軍は1924年に 海軍整備計画を発表した。その計画は14年間に巡洋艦2隻、駆逐艦6隻、水雷艇と潜水艦を12隻ずつ整備するという意欲的なものであった。しかし、フランスから駆逐艦ブルザ級2隻をイギリスから大型駆逐艦クロム級2隻を取得した時点でドイツのポーランド侵攻により計画中止せざるを得なかった。 ポーランド海軍艦艇のうち3隻の駆逐艦と一部の潜水艦はイギリスへの脱出に成功し、イギリス海軍の支援のもと自由ポーランド海軍を設立した。この折に、ポーランド海軍司令官は、イギリス側に駆逐艦以上の大型艦の対応を申し入れ、1942年にジャワ海から帰還して、バーケンヘッド造船所で整備中だったドラゴンを対応することが決定し、 1943年1月15日に自由ポーランド海軍で収益した。この時、自由ポーランド側では官名をルブフと解明することを望んだが、イギリスとソ連の外交関係への配慮もあり、ポーランド海軍の歴史においても16世紀に建造されたガレオン船の官名にもドラゴンがあり元の官名のまま収益した。ドラゴンは、 対空火力強化のための改修工事途中で引き渡されたため工事が満了した8月末より引き渡された。運用はブルザ、ブリスカビカ、ガルラントから一部の乗員を抽出して解決した。右玄側から撮影された2番艦、コンラット。本級の船体形状は還元の高い、朝鮮主労型船体で。 世界各地に植民地を警備するイギリス海軍の巡洋艦の常として、外洋でのしのげな性は良好であった。やや傾斜したクリッパーバウ型の艦首から主砲として、新設計の十五点二センチメートル速射砲を単素砲がで背を意識配置で二機、司令塔を操舵環境で覆った環境の背後には後方に、傾斜した頂上部に即居技を設置した三脚式の前、 ほ柱と一番煙突の間に三番主砲一機を配置する。船体中央部に一番煙突は二番煙突の倍の太さがある二本煙突が立ち、周囲に関西艇置き場となっていた。一番煙突と二番煙突の間の両脇には 7.62cm 単層広角砲が片元一基ずつ、計二基が配置し、 広角砲を前後に挟むように53.3センチメートル3連装水上魚雷発射管が片元に木ずつ計4機を配置した。2番煙突の背後に4番手砲が1機配置され、その背後に工具見張り所と簡素な短脚式のミズンが1本配置される。選手楼看板の最後に5番手砲が後ろ向きに1機、そこから看板1段分下がって、 後部甲板上に6番手法が後ろ向きに1機を配置した。本級の手法はアームストロングマーク1 2 1 5 2トル速射砲を採用した。その性能は重量4 5 3 6ラムの砲弾を最大行角30度で1万7 1 4 5ルまで届かせることができ、射程6 8 6 0ルで 原則走行8 9トルを貫通できる性能であった。この方を単装砲がで6機を配置したが、後に対空兵装を強化する際に後部甲板上の1機を撤去して5機となった。不要能力は行角30度、不角5度で、旋回角度は、旋回守備線方向を0度として、左右120度の旋回角度を持つ。装填形式は自由角度装填で、 発射速度は毎分後から7発であった。本級の広角砲はアームストロングマークス3 7.62センチメートル広角砲を採用した。その性能は5.67キログラムの砲弾を行角45度で9970メートル、最大行角90度で11340メートルの高度まで到達できた。旋回と不行は人力で行われ、 360度旋回でき、不行は行角90度、深角10度であった。発射速度は毎分12から14発と速かった。これを単装砲画で片元1機ずつ計2機を搭載した。他に広角砲を補助すべく近接戦闘用に英国軍艦に広く採用されているビッカーズ社の1930年型マーク8ポムポム砲を 単装砲火で8機を装備した。さらに5 3 3トル3連装水上魚雷発射管を片元に機ずつ、計4機を搭載した。あとに、第二次世界大戦中に、対空火器を強化するために、前述の手法一機撤去と合わせて5 3 3トル3連装魚雷発射管はすべて撤去され、代わりに新設計の、 マーク V10.2cm 広角砲を連装砲がでミズンの背後に後ろ向きに1機、ポムポム砲は単装砲が2機から連装砲がで4機に増載されるとともにエリコン社の傑作機関銃であるエリコン 2cm 機銃を単装機銃で8機を装備した。ドラゴンイギリスグリーンノック造船所でドラゴンとして1917年1月起工。 同年12月29日浸水。1918年8月、浸航。1943年1月15日に自由、ポーランド海軍に対応され、ドラゴンとなる。1944年7月8日に、ドイツ海軍の潜水艇ネーガーより来撃を受けて、大破し、全損扱いとなって処分が決定。同年6月7日に、ノルマンディ上陸作戦において、 防波堤代わりに自陳処分。コンラッド、オープコンラッドイギリス、アームストロングホイットアース社会造船所で、ダナイとして1916年9月起航1918年1月26日、浸水、1919年6月竣工1944に、自陳処分とした、ドラゴンの代わりに1944年10月4日に、 自由ポーランド海軍に対応され、コンラッドとなる。1948年7月にイギリスに返却され、同年解体処分。ありがとうございます。